というテーマでお話を伺います。それではご紹介しましょう。まずは小川大輝先生です。上田武先生です。どうぞどうぞこちら。新任の先生方お二人でございます。いやまさか大学卒業してプロ選手になっていきなりこれだよね、はい、どう小川さん。いや大学でこういうことが終わったと思ってたんで。大学の違いは来るとはやっぱりやった。いや大学でもやってないです。大学でやられへんね。やっぱりね、あのコンパとかね、二次会とかね、なるよりでね。美咲さん、なんでそれ。いやでも結構似合うってみたいな。似合うよ。似合ってるなと思うけど、さすがにプロサッカー選手ってイメージはないよね、やっぱりね。さあ、この時間、先輩を敬おうということなんです。小川さんは明治大学だよね。はい。明治大学といえば先輩は山田浩樹。浩樹だよ。浩樹とは、はい、一緒にプレーしてたことが誰か違うんだよね。あります。小川さんが1年の時に浩樹は何だよ。4年生だ。4年。はい。どうだった大学時代の山田浩樹は。完璧でした。完璧。はい。まあ我がチームに来てもね、かなり完璧です。いい男です。当時怖かった。いや優しかったです。本当止まらないそこで。優しかった。優しかった。はい。あのそれは生活もそれからプレーをする時も。そうです。優しかった。めちゃくちゃ優しい。ほんと。まあでも考えてみたらさ、二人ともね大卒できたって言ったってどっちかって帰りなさいだよね。ジミロに。そうですね。ねえ、言うのは本当に。だってもう戻ってくるべくして戻ってきたんだもんね。ね、そう、山田君ね。で、上村さんも先輩ってどこだっけ、筑波？筑波って誰かいたかね。いますね。いたかね。誰がいるの。ゴンさん、はじめに。あー、いたね。他には藤田としは。あー、いたね。すごいのがいるじゃん。すごいじゃない。でも考えてみたら当然一緒にやるわけはないんだけど、やっぱりその大学の中でも偉大なる先輩っていうような思いはあった。そうですね。筑波大学を選んだのは俊哉さんの方が。まあ考えてみたらさね、その前にジュビロでやっていた頃にあの人たちはまだ現役でいたよね。現役でとかバリバリジュビロでやってたよね。やってました。そうだよね、はい、憧れの大先輩だよね。そうですね。ああそうですか。ところで実際にこのジュビロ磐田というチームに入ろうって思ったのはいつ頃。プロの選手としてだよ、ここに入るぞって決めたのは、まあ、いわゆる、まあ、就活、まあ、就活って言ったらいいの。ね、まあ、例えば普通だったら、なんとか庄司に行こうかな、なんとかに行こうかな、大泉洋に渡りしようかなと思ったんですよ。大学3年生の時。あ、もう決めたんだ。はい。ここだけの話だけど、他からだって、はい、いいよ。はい、席空いたら言わなかった。その前にも僕は泉洋だって。はい。いいね。そのチームに入るにあたっては先輩である山田浩樹さんには何かこうご相談とかしたの。しました。ちょっとだけ。ちょっとだけ。何て言った。いいんじゃない。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。そんなもんか。いいんじゃない。いろいろ来いよとかって言わないの。あ、言ってました。あ、言った。それだよ、それそれ、求めてるのはそこだよ、来い来いってね。はい。あ、そう。
上から、就活というかね、ジュビロ磐田でプロ生活をスタートしようとこう思ったのはいつも。自分も大学3年生の途中で。3年の時。そうです。やっぱり3年ぐらいになると、あ、俺プロでやっていけるなってこう思った。いや、やっていけるなっていうよりは、もうジュビロに戻って、恩返しがしたいっていう意思。いい気持ちだね。道徳の下にぴったりなんですよ。恩返しですよ。ねえ、例えばさ、どうなの、高校を卒業して筑波に行く前、高校卒業するときにそのままプロになろうとかって思わなかった？そうですね、まあ高校ユースからそのままトップ昇格したかったですけど、まあ今となれば本当にそのジュビロが大学に行かせてもくれて本当に感謝しています。なるほどね。いや、嬉しいじゃないですか。こういう言葉が聞けるってのはね、大学4年間やっぱり大学4年間大学のチームでやってきて良かったこと、どんなことがありますか？良かったことは、いろんないい思いがあってしてきたでしょ、大会で。いや、そうでもなかったです。あ、そうでもない。でもキャプテンもやって、キャプテンもやってすごく大変で。あ、大変だったんだね。あ、大変だったんだね。すごく今ね、その過去を思い出したら辛いなっていう感じの。あ、想像以上に大変で。想像以上に大変だった。はい、大学は。はい、大変で、サッカーが上手くなっても、まあ人として成長できたと思います。いいじゃないの。それはいいじゃない。だけどほら、大学行ってね、サッカーだけやってるいいわけじゃないじゃん。はい、勉強だってやって、はい、ね、勉強ちゃんとやった？はい、やった。いや、あんまりやってねえな、これ。ですか？大してやってねえな。卒論とか書いた？書いてません。あ、今書いてるの？はい、今です。今です。もしそれダメだったらってことがない？そうするとちょっとやばい。いつまでいたすんだ？30日くらいです。もうすぐじゃん。あと10日じゃん。爪です。爪？この格好してていい？それどころじゃないよね。あとでよく言ってよ。はい、よろしくお願いします。爪君は卒論は入った？出しました。えー、どうでしょう。そこがやっぱ明治と筑波の。あ、明治と筑波の違う。やるみたいな言われちゃった。どっちが上ってこと？いや、筑波です、明治です。明治です。自分で言っちゃうからね。さっきまで恩返しがしたいとか言ってたら、もう筑波です。そう、ちゃんと勉強した？大学時代。いや、しましたね。した。はい、せざるを得ないですね。あ、そうなんだ。やっぱりこうサッカーがいくらなくても落第もある？やっぱり国立なんて厳しいですね。それそれ勉強面、はい。まあ、メインもありますよ。知ってるよ、知ってるよ。スペースだって落第もあるよね。あります。あるよね。国でも落第しないでチャンピオンで来て、はい、でも出してられたら、そういうの。これからです。これからですよね。ね、それ出してから言わないとなんだよ、それ。すいません。いい？もしかしてこんな風にしてね、小川選手の活躍に期待しましょうとかって言って、卒論できなかったらダメだよ。いい？はい、ですよ。よろしくお願いします。はい。そういうのは広く手伝ってくれない？ダメです。ダメ。あ、そこはダメなんだ。手伝ってくれない。あー、なるほどね。さて、少しはサッカーの話しないとさ、ね、くだらない話ばっかりしてるといつも怒られちゃうんだけど、ご自分のプレースタイル、やっぱりこういうところをぜひ見てもらいたいなっていうようなところを小川選手のご説明してください。はい、僕はサイドバックですけど、点を取れるサイドバックを目指していて、常に攻撃的に、ゴールとアシストを狙っていく、そういうプレーを見てもらいたいです。いいね。そうですね、ジビロにはやっぱ熊野選手とか、まあ、小川選手もそうですけど、サイドがすごい、盛んだって言われますけど、真ん中から攻めれるような、そういう、なんていうんですか、攻撃の起点になって、まあ、今までにないジビロの攻撃を作れる選手になれたらなと思います。いいねー。やっぱりね、2人が大学3年生で
ジュビロ磐田に、まあ、就活という意味ではプロとしてのスタートを切ろうとこう思ったわけです。その時には申し訳ない、こんな状況で2人をお迎えするはずじゃなかったんですね、そう思ってるでしょ。正直言っていいよ、そう思ってるでしょ。でも今年1年で J1 に戻るためには必要だろ。いやいや、あらな、あらな、分かってる、はい、いい、今言ってくれたプレースタイルをぜひともピッチの上で大いに見せていただいて、今年のジュビロに力を貸してくださいよ。寡黙です寡黙だけど、細かくもしてますけども、シーンは非常に強いものを持ってらっしゃる、そう思いますね。じゃあ今年1年の抱負ね、まあ、サポーターの皆さんの前に初めて今日お会いするという方もいらっしゃるでしょう。こんな格好じゃなくて本当だったらユニフォームで出てきたかったね、でもまあ今日は今日でサポーターの皆さんと一緒に楽しんでいただきたいと思います。じゃあ、オフというか、まあ、プレースタイルはプレースタイルを見ていただきたいというのがありましたが、今年こんな風にしたいというところで誓いを立ってください。大卒の新加入ですけど、少しでも早く試合に出て、ジュビロのために、勝利のために、貢献できるように頑張りたいと思います。1年間よろしくお願いします。その大学の先輩山田浩二選手は卒業してすぐにもうレギュラーとしてね、大活躍をして見せてくれました。同じように大活躍をして見せてください。上山選手お願いします。ユースから大学へ経て、初めての出戻りということで本当に嬉しく思ってますし、まあ J2 からのスタートですけど、まあ、1年で上がれるように少しでも試合出れたらいいなと思ってます。はい、素晴らしい。サッカー見てくれた筑波大学のその先輩方、ガッツあふれるプレーで我々を大いに燃えさせてくれました。そんな風に燃えるプレーで今年1年ぜひともジュビロ磐田大活躍できるようによろしくお願いいたします。じゃあ2人の新卒の先生方、お二人の今年1年の活躍を祈りまして、皆さんから拍手をお願いいたします。次会うときはピッチで、そしてサックスブルーのユニフォームでお会いいたします。ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。オバーナイス先生、ユーナイス先生でした。じゃあバイクを下がってみてください。